はい、どうも、ルーでございます。ラストクラウディアやっていきましょう。16時に メンテが終わって、ちょっとね、その前に、セブンナイツのメンテが開けてたんで、そちらの動画をちょっと作成してから、っていうことになって、遅れてしまいました。すいません。で、メンテナンス内容としては、まあ、先日の生放送で言っていた、ピックアップガチャ、そして、イベントオーブ回復半減キャンペーン、で、配布、ですね。はい、補填とかの、まあ、ここら辺の詳しいのは皆さんで、ご確認ください。よいしょ。まあ書いてあるのは一緒ですね。うん、 OK で、そうだな、まずはまあガチャ見に行くか。で、割合はどうなってるかな？提供割合は。あんまピックアップっぽくないピックアップなんだよね。0.5%。他のゲームと比べるのもあれだけど、ラングリッサーモバイルっていうゲームだと、ピックアップされると、他のが 0.1% ぐらいなのに、なんと、ピックアップされたキャラクターは 0.8% っていうね、異常なまでにピックアップされているゲームもありますね。まあでもこれも、まあ3.5倍ぐらいあるんでね。うん、出る可能性はあるでしょう。アーク、ベルジオーグ。このベルジオーグは持ってないんだよな。ベルジオーグっていうのは、どういう能力なんでしょうか。ベルジオーグ、ベルジオーグ。あ、乗ってない。乗ってない、2回。魔法ダメ、ん？こっちか。インテリジェンスをアップする魔法を習得可能。曖昧な表現ですな。それ SSR のアークで、アークを手に入れてまで必要かって思っちゃうんだよね。SR とか R でも、ね、まあ、いっか。じゃあちょっと、そうだな。まずガチャからいっか。はい。SR、この前の補填でね、配られた SR 以上1枠確定10回チケ。今、うっしゃー！いっけー！んどれー！来るぞ！みんな行くぞ！わー、すごい景色ですね。カットに入れ！入れ！入らず。全部持ってる。全部持ってる。まあ、少なめにしてあるんだろうね。アークエーテルで、アイテム手に入るから。ここの画面だと見れねえのか。で、こっちはもうないから、こっちですね。ガチャチケいきまーす。あ、誰も来ない。あ、来た。ティリア、俺に力を貸してくれー。無理でしたー。なんだっけ、これ。来宝石。あー、なるほどね。サンダーボルトを覚えられるやつか。まあ、これはあれだな。アークエーテル集めて、うん。報酬手に入れるためのアークですな。いきます。チケットいっぱいあるね。まあ、こんな時じゃないと引けないからね。引かないからね、俺も。誰も来ない。寂しい。寂しい男帰る。どれや、お、来るぞ。お、まさかの、金。ほっ !SR 来たー。ブラッディームーン。ブラッディームーンか。まあいいでしょう。あ、まあ、ブラッディームーンも当たり枠ですからね、一応ね。頼むぞ、レイ。金来ない。誰も来ない。誰も来ない。誰も来ない。
さっきのようにうまくはいかんね。お、なんだっけ、ゴッド、なんだっけ、ジャイアントツリーだ、間違えた。まあ、結構も 25% 超えが多いね。で、ある程度出やすいやつっていうのは。お、リルベットがいる。ほっ。くぞ。来るぞじゃ弱い。来るぞじゃ弱いんじゃ。よし。アルダンの騎士、戦士。これは悪くないな。これが強くなっていくのは。うん。おそらく、使う機会もあるだろうからな、普通に。あんま SDR 上げるものなければ。いけ、レイ光らせろ。おわしゃー、誰も来ない、来てくれー。ふっ。わー、すごい景色ですね。なんかあれ全部、あれ必ず最後に出てくるやつだよね、あれ。あれよりあと見たことないよ。おう。フェアリーズフォレスト。あら、これ初ってことか。精神アップ、マジックバリア。聖弾。ファストバリア。精神アップ、極。なるほどね。マインドを上げる。魔法防御力を上げるっていう感じに特化されたものなんですね。これも瀕死時に上がるってなってますしね。うん。最高。金来た、走ってこいみんな、ティリア行くぞ、ファイヤー行くぞ、アルセマリアルセマリアよっしゃー、カットイ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 、来ない、なんだろうこれ。あー、レイフォーレイクニルか。なるほどなるほど。自分にバフがかかるたびにヒットポイントを回復。炎耐性プラス10、氷耐性プラス10。タイプを竜に変化。タイプに竜を追加。これ追加されるとどうなんだろうね。どういうことなんだろうね。例えば人間竜でしょ。竜に効かないやつは効かなくなるのかな。どうなんだろう。人間は弱点なんだけど、竜は、無効とかだったらどうなるんだろう。誰か知ってる人いたら教えてください。よし。お、ゼクスがおるやないか。ほっ。よっしゃ。なんだこれは、不死鳥か。包丁レミの卵。結構これ上げちゃったんだよな。レベル6まで上げちゃったんだよね。ちょっと失敗でしたね。まあでも、どうだろうね。メテオレイン覚えたかったってのも確かにあるけどね。さて、SR 以上確定、ガチャゲン、いきまーす。頼むぜ。お、ティリア。お、え、勘弁してよ。これだとなんか SSR への希望が。まあね。これは同案の祝杯。トリプルインパクトあんじゃん。勝利の美酒と。これは、育てたいね。2個目だけど、2までしか上げてないけど、
ちょっとアーク貯めないとな。アークじゃねえや、ソウル貯めないとな。これはいいね。トリプルインパクト欲しいな。カイルとロビンに装備させたい。レイがね、ちょっといまいち使い道が分かんないんだよね、使い方が。お、いいぞ。ほっ、来るぞ。わー、すごい景色ですね。あれ来たら最後だもんね、もう。これは？あ、ゴールドの遺跡か。奇跡か。ゴールドラッシュ。これもまあ、ぶっちゃけ欲しいっちゃ欲しいけどね。あそこで使いたいよね。ゼルラッシュ。まあ、でもまだ先だよね。ここまで上げるだけの余裕ないし、レッドゾールだし。はい、チケット消化しきりました。まあ、なかなか良かったんじゃないですか？うん。さあ、次はちょっと、優勝ガチャ引いていきましょう。あ、誰もいない。誰か来てよ。寂しいじゃん。ほっ！はい。なんだ？これなんだっけ？蜃気楼の里。あ！そうだ、これもトルネードストーム覚えられるからレベル上げたんだ。だいたいこういういいやつって、レッドソウルだよね、やっぱり。レアでも。インと108も上がるんだけど。MP もうちょっと上がってほしいよな。よ。よ。これ感度良すぎるんだ。さあ。お願いします。ピックアップなんでね、これ。ちょっと待って。一人ぼっちのカイル。ダメだね。これで木になったらすごいよね。これは、あれだっけ、ジャイアントスリーかな？違った。フェアリーズフォレストだ。これを使うことは、あんまないだろうな。ちょっとわかんないな。敵がすげえ魔法使ってくるとか、そういうところ、まだ今のところ想像つかないんでね。じゃあね、ちょっと20連引こうかな。もうこれで、1回、7、2で10回、17、18、19連引いてきてるから、39連になるのかな？いきます。まあ、ダイン欲しいっちゃ欲しい。セビアは、後でもいいかなっていう。やっぱり、でもね、セビアも欲しい。なんでかっていうと、俺魔法剣士超好きだから。いきます。ほっ！お願いします。よし。よし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 。4人勢揃い。ほっ！ふっ！マジか、4人勢揃いで何も変わらず。これは、これは、最初の頃には結構役に立つよね。バーンスライカー、アイス、ジャベリン、サンダーボルトをレベル1で覚えられるっていうね。うん。で、高位魔法栄翔陣を他ので覚えたいね。これをちょっと8まで上げるのきついね。で、これはちょっと微妙ですな。アストラルレイ覚えるために多分2に上げたんだと思うけど。これも、アークエーテル貯めて手に入れるための報酬の器ですな。これもそうですな。病気がまだあんまよくわかんないんでね。グランバーガン。これはいいよね、グランバーガン。ヒットポイント高いほど攻撃力、防御力上昇。しかも自分のヒットポイント回復量が上がると。しかもこれに経験値アップもついてるというね。
重複負荷、多分これ重複負荷が追加されたんだろうね。これはね早く上げたいね。うん、能力も高いし、ゼラニア、これはそう、ライザーゲージとトルネードストームが覚えられるってね、なかなか素晴らしいもんですよね。で、衝撃波、物理攻撃時、敵、確率で敵のカードを解除する。これの使いどころは面白そうですけど、魔法とっていうのはちょっと相性がどうなのかっていうところですよね。ラドムーン、剣風石。あ、これも行為、あれ？あ、上にあった。蜃気楼の里。世紀ノルレアン、とにかくすごい。栄誉の美酒まではやったんだよな確か。でこの先の、あ、グランドプロテクションは使えそうですな。あとはちょっとわかんねえな。マキュアカーズ、呪いになるとどうなるのかとか俺知らないからな。忍者の禁室、劇薬、状態異常中 MP 自動回復。あ、状態異常を受けてると能力が上がるってやつか。はあ、面白いね。さあ次行こう。39連目。ほっ。あんまガチャにクリスタル使いまくってらんないからね。周回、もう少しレベル60になるんで。来るぞ。わあ、すごい景色。お、嘘。ダメでした、皆さん。SR は3枚か。あ、新しいのだ。あ、これ前回追加されたやつだ。オルダーナ闘技場。やったー、ありがとうございます。よ。あ、1でフィールウィンドウ。軽減値アップ、これでも覚えられる。あ、すごい、キラーがいっぱいある。これはすごいな。これはすごいな。SR としてはなかなかの能力なんじゃないですかね。まあ、全部いっぺんにキラーつけるには大変なことになっちゃうけど。これ面白いな。青でしょ。途中で赤に変わりそうだな。これは、アデローか。すげえ。これめっちゃ溜まったんじゃない ?20.8%。あ、これもだ。20%。あ、これもだ。16%。フィッシュキラー。プラウドホース。クリティカル発生時、一人の回復。今のところ、なんとか装備っていうのの、こう、なんていうのかな。使い道がよくわかんないんだよね。例えば、ああ、でもあれか。例えば、カイルを魔法戦士に育てるってことも可能なのか。そうすると。杖とローブ装備させて。まあ、キャラメイクが自在になるっていう。はい。というわけでね、まあ、アップデートの情報っていうのはほとんど、昨日出た内容あれ？ちょっと待って。またガチャチキあるわ。俺、もらったと思い込んでた。あと11連できます、皆さん。喜んでください。いきます。ということは、俺？ 50 連ってこと？ 39 連引いたから50連ですね。すごいぞ、50連引くぜ。はっ！お！SR。これはあれか。同輩の、坂好き。わかんない。トリプルインパクトのやつ。さあ、10年行こう。ワクワクしてきた。ユニット1体確定。誰が出るか。俺、リーナ欲しい、リーナ。あ、そっか。
前出なかった、あれオラキオだっけ、もう出る可能性あんだ。ほっ頼む。でも赤になるのが確実だからね、赤になってムービーが差し込まれるのが確実ってことですよね。さあ差し込まれないやん。あマジか、あーマジかー物理アタッカーめっちゃかぶった。ジャイアントツリー、これ SR か、ノルレアン。あーちょっとショックだな、2体出たから、まあいっか、まあいっかね、2体も出たんだからね。50連でした。はい、皆さんはどうだったでしょうか。私は今日も今日とて、ブレイズガーデンをね、早くクリアできるようにと、レベルを上げるためにね、今日も、グラキア山脈、参道の終わりのハードをね、ひたすら周回したいと思います。はい。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。アップデートと、アップデートのちょろっとした情報と、50連ガチャっていうことが言いました。またね、バイバイ。